おはようございます。秋の月いつかやっていきましょう。かぼちゃ、スイカ、メロン、キャッサバ、ごぼう、さつまいも、あれ、ナス。俺今まで気づかなかったんだけどよ、ナス育てたことないみたいだ。これは有識事態ですぞ。ナスの種って持って一回も育ててないのか。じゃあこれ種買わないとダメだな。買いに行きまーす。キノコ原木くん、一旦こちらに動かしたのはいいんですが、ちょっともう一回ずらさせてもらおうかな。あるいは、これ結局ペットアスレチックを遊んでもらうのが下になるから、ペット小屋の方を下に移すか。これでキノコ原木というか、農作業系は 上に集めるとかね。というのでもいいんじゃないかな。よし、じゃあキノコをこっちにやっといて。これで改めまして、ふかふか畑をもう一回ここに置こう。ブリーン。めっちゃここは重複するぞ。素晴らしいね。これで、育成を頑張りたいナスくんと、同じく育成を頑張りたいなでしこくんを攻撃用に、ここに巻く。で、ナスくんは品質アップが全然進んでいないので、スーパーヒーローくんでまんべんなく頑張ってもらいます。ということで、いかがでしょうか。くるくるくるーん。はい、オッケー。今日はせっかくの土曜日なんで、イベント発生しないかちょっと探ってみましょう。16時35分。おっと？みんなどうしゃべり？来たか。というかね、これ全然来ねえなと思ってたんだけど。今度は土曜日なんだね。ちょうどよかった。今から君の位置にお願いしに行こうと。ん？お願いしに行こうと思ってたって？あ、お邪魔しに行く的な話？また男同士集まらないか？もちろん待っていたよ。うちが豪邸になってから全然来てくれないんだもん。寂しかったよ、俺。ありがとうな。早速、ゆずきを呼びに行ってくるぜ。フォードを呼びに行くるよ。そしてドリンクを呼びに行くルディウス君であった。ワンタタンも呼んでやれよっていう感じなんですけど。まあ、このイベントの後にワンタタン来たからな。ここには差し込めなかったんでしょうね。あちこちにカラフルな模様が書いてあるが、ルーコクモロの風習を真似て取り入れたんだ。あれ、これってよく考えたら、前の時も同じじゃなかったっけ。模様について研究するのはサイズに関係なくあるのかな。お、でも兄弟の話はこれ初めてだな。この中で兄弟がいるのは妹ひなただけ。ウィン君は一人っ子。俺は6人兄弟の三男。上にも下にも兄弟がいるんだ。大家族だからな。家計の助けになればと思って出かけてりに来たんだよ。大変だぜ。それはなかなか熱心。関心だね。旦那様は俺を厳しく教育してくれたし、今遊ぶ者もいるしな。確かに周りあんまり聞かないね。ゆずきくんも一応は一人っ子なのかな。ママ様は実の祖父だか。両親は小さい頃にフラッと出て行ったきりだな。複雑なご家庭だな。両親は元気だけど世界中飛び回ってるからね。大人になってから全然会ってないな。医者になってから一番会ってないな。父から森に手紙が送られてくるか。へえ。フォードくんのお父さんはな、まあ、なんというか、マンモフォードくんみたいな人なんだろうなっていうのは予想つくけど。家族に言及するのってちょっと珍しいな。元から家族が同じ町に暮らしてるとかだったらな、もともと言及しないんでしょうけど。そもそも1年間で数えるほどしか会話ない家庭だったかね。うん、なんとなく想像はつくな。祖父母の元に来たのは赤ん坊の頃ですからね。両親には長年会っていませんよ。ここはなんかいろいろ事情がありそうだな。大変なご家庭ですね。まあ、そんな中、芋くんは一応、いろいろあったけど、両親と温和な、ね、関係を築けている状態でここに来てるからな。割と珍しいのか。まあ、周りもそんなに険悪ではないのかもしれないけどな。大事なのは、生い立ちよりもそれをどう受け止めるかだから。親はいなくても、元分や弟分が村にたくさんいるしな。ルディス君は何人気者だからな。フォード君もそうだなって言ってるけど、でもフォード君は割と一人の方が好きなんだろうな。食事が進んでないね。せっかく用意したんだし、はい、うちに食っちまおうぜ。みんなで集まっていろいろお話をした。良い時間だったね。これ内装変えたらまた来てくれないかな。なんか、お家が豪華になったから行こうぜっていう感じじゃなかったよな。おーん。内装を変えるか。まあ、内装を変えなくても、これ何回も呼べたりするかな。この、階層1回につき1回しか来てくれないと思ってたんだけど。もしかしたら違うのかもしれませんね。
内装新商品あんの？和風な豪邸の室内、ウェスタンな豪邸の室内、モダンジャングル風、へえ、ライブハウス風、魔法使い感風、黄金恐怖。ていうか、ウェスタンの強くさ、ルルココの3種類だけじゃねえんだ。それを変えられるだけだと思ってたんだけど。外観も？わあ、増えてる。めっちゃいろいろある。ワンニアンダフルな豪邸。へえ、パターンいっぱいあるんだな。それは知らなかったわ。おはようございます。秋の月8日やっていきましょう。ぼちぼちお米出来上がる頃じゃないかなと思うので、気合を入れていきます。お米を収穫するっぽい格好にしてみました。まあどちらかというと茶摘みっぽいですけど。まだなの？ちょっと長すぎないか？なでしこ完成。なでしこはもう完成したというのに。お米はまだなのかい？おはようございます。秋の月10日やっていきましょう。そろそろお米出来上がっててくんねえかな。さーて、お米は？やっと出来上がったか？俺もしかして。長かった？そうなのか？やったー。やっと外遊できたよー。水田作物収穫レジェンド。レジェンドになりました。めちゃくちゃ長かったで。でもよく考えたらそれを、そうか。これお米の粉にするところもやらないといけないから。今すぐってわけにはいかないな。だまあ、ここまで来ればもう、あとはもう、ウィニングラインよ。水田も長いこと苦労したからな。まあ、お米が出来上がるのね、どうしても2ヶ月かかるから、時間がかかるのは必然だったわけですが。もうしばらくいいかな、水田は。その分ここをまた空きにしてもいいんだけどね。ちなみにお米はどれぐらい取れたかな？いなほ。あれ？甘み足りてないやんけ。これどれか1項目でもマックスになると、スーパー肥料って負けなくなるのかな？なんかあっさりマックスになったなーぐらいの感じだったんだけど。そういうわけでもなかったんだね。それはさておき。長かったぜ。この時は待っていた。一旦生地メーカーをどかしまして。これだね。粉引きメーカーを。はい、ダーン。これで米粉を作りましょう。稲穂から米粉に直接飛べるんだったっけ？米粉、もち米。あーん。一旦お米経由しないといけないんだな。精米するところからです。よーし。お米を米粉に変換する準備も出来上がったんで、これで、あとはプレゼントするだけだね。ようやく全部 S ランクになるぞって、思ってたんだけど、株足らねっていうね。嘘やん。いつの間に使ったんだろうな。とりあえず今地下で大急ぎで育てていますが、S ランクはまだまだ先になりそうです。おはようございます。もうすぐ稲穂祭りがやってきました。今年も寒波の時期か。全員から最大金額集めてみるっていうのも面白そうだけど、リセマラ必須だろうからな。まあ、たくさん集まったらいいよねっていう感じでやっていきましょう。やりましょう。これはやるよ。日向こまりもりや、めきちさんしずちゃんやいち。ということで、おはようございます。秋の11日やっていきましょう。お、ナス第一回収。つゆ草の里の作物もようやくマスターですね。こんな感じ。第1回にしてはだいぶ集まっているのでは？あ、でもスーパーヒーローがもう残り少ないな。作らんとな、これ。では、お金を集めていきましょう。モーリー屋さん。どうしたものか。森屋さんは、
困っても助けてくれるタイプではないと思うんだよな。森屋さん方さ、お金を出してくれないと稲穂祭り大変なことになります。説得します。売上にもかかる。そうだよ。どうなんだろうな、めちゃくちゃ多くなったという感じはしないけど。しずさん、しずさんはどうだったっけ？説得したんだったかな。これ1年経つともう忘れるんですよね。前回どういう風にお願いしたのか、拝んだのか説得したのか。困ったことはない気がするな。でも困ったところ助けてくれるような人かっていうのかな、難しいところだよな。困っちゃう。聞いたことがある。同じ発想だったっぽいな。去年と同じことをやってしまった感があるな。なんか自分でも気づかないうちに去年と全く同じ選択を取っていることが多いんだよな。母ちゃんからもらったんでしょ？出してくれないかな。普通っぽいな。ごまい。今年はどれくらい寄付したろうかな。めっちゃ寄付してくれると、稲穂祭りが豪華になるよ。お願いします。そうや、今お金がほとんどないやった。かにいな。ダメです。銀次郎さん、奮発してくれるかい？でもこれで銀次郎さんのお金があんまり出してくれなかったら、あれじゃない？なんというか、主催側がケチったみたいな構図にならないかい。そこは小森さんが出してくれないと。これで梅吉さん。梅吉さんには、お願いしようか。あったあった、こっちの懐に入れておったわ。今何か言っておったか？そんな顔してどうしたんじゃ？こっちの懐に入れておったんじゃで、変な顔を芋くんがしたってことは、あれ、なんか少なくない？みたいなこと？かもしれないな。いや、梅吉さんがあまりにも大富豪すぎて、もうこっちの懐に看板用のお金入れておったんじゃ、ほいって言って、札場をどさっと出されたからギョッとして、何これみたいなことを言って、それに梅吉さんが反応したってことなのかな。わからない。多かったのか少なかったのか、どちらとも言えない感じ。最初は日向くんだったことを忘れていたぜ。乾杯の時期だよ。日向くんには、拝んでやろうか。ずるいなぁ。そんな風にされると奮発しないわけにはいかないじゃないか。今年も6分の2ぐらいですね。プラスが6分の2で、マイナスが6分の1ぐらいだから、差し引き6分の1ぐらい、プラスは。まあ、あまり豪勢な稲穂祭りにはならなさそうだな。3人以上奮発してくれないと、内容変わらないとかになりそうだよな。祭りには絶対参加してくれな。俺のポケットマネーを50万ゴールドというか、半額分ぐらい、500万ゴールドぐらい寄付するわけにはいかんかね。それで豪華な祭りにしてくれてもええやで。おはようございます。秋の12日、やっていきましょう。今日は何もない日だぞ。これ、ミスラさんの解読イベントが解読途中だから他のイベント発生しないとかあるか？ないよな、ないと思うけど一旦落ち着かせてみるか。解読完了。このイベント待ちだったから他のイベント発生しないとか、いや、んなことないよな。これの間に、なんか男子会もあったしな。解読が終わったんだ。まあ一応聞いておこうか。ずっと考えてるんだけどちっともわかりませんね。また謎謎かい？針の鎧に守られた光の輪。これを祭壇に捧げろ。針の鎧に守られたって。海か栗じゃないの？でも光の輪ってなんだ？ちょっとヒントを見てみようか。針の鎧に守られた光の輪。光の輪に相当する何かと、針の鎧、まあ、栗か海を言葉として合体させるってこと？トゲトリの皮。果肉の形を表しているのかもしれない。光の輪？スターフルーツってことかな？パイナップルか。そういうことか。確かに鳥の鎧に守られてるし、鹿に弱だな。そういうことだったのか。ちょうど売ってるわ。これでいいのかな。このタイミングでできるのかだけは見ておきたかったんだけど、
いやーでも宿屋か、ダメそうな気がするな。サイアンの前じゃないとダメなのかな。まあ安く買ってきたもんだし、試してみるのはありでしょう。ミサラさん、話があるんです。お食事中のところすみませんが。すげえ中断して来てくれるんだ。正解だと何でもありなんだな、これ。謎は全て解けた。これです。鳥の輪に守られし、光の輪です。鳥に守られし、光の輪だね。はい、鎧に守られた光の輪。でも思いつかんかったな。石板の答えにたどり着いたんだ。芋くんのヒントの出し方が丁寧すぎる。まあ言われてみれば光の輪っていう感じだけどな。そう表現するのは初めて聞いたけどな。土曜日の夜から祭壇の謎を解く。今度は何かな。めちゃくちゃ珍しいものが手に入ったりするんだろうか。我が手には安いパイナップルを、ミサラさんの手には石板を。パイナップルとかな、まあこれまでの野菜もそうだけど、一つ一つ全然違うのにな。とりあえずパイナップルであれば OK ってことは、なんかこの DNA 情報とかを読み込んで、あ、これパイナップルじゃん、じゃあ OK だなみたいな、そういう判別の仕方をしてんのかな。ちょうどいい重さとかでもないだろうしな。祭壇にはどれだけ高精度な検知器がついているのか。これ石板とパイナップル回収しても即座に扉閉まらないのが面白いよな。認証式なんだな。あるいは3人出入りすると自動的にと閉まるみたいな扉だったりするんかな。この2人が満足して帰っていって、なんか開いてるぞって言って、誰か他の1人が入っていって出入りしたら、何もなかったな、の後に扉が閉まって芋くんが何も持って帰れないみたいなね。ミスリル？プラチナでした。一個だけだと微妙だけど、たくさんもらえたんかな。今だったらそんなにプラチナ欲しいって感じもないしな。もっと序盤に解くべきだったのかもしんないな。パイナップルの入手自体はそんな難しくないでしょうしね。この辺パッパって進めていくべきものなのかもしれませんね。そしたら序盤のお役立ちになるかもしれね。ダホウさん。おはようございます。秋の月13日やっていきましょう。本日は動物祭りですね。レジェンドランクまでいろいろありますが、とりあえず、まだ優勝したことのない動物で優勝したいですし、新しい動物に関するね、コメントを聞きたいので、まあ、今回はアルパカかな？リアマは明らかにリアマ専用会話っぽかったんで、アルパカアルパカで別であると思うんですね。それで行きましょう。お初のリンゴだ。ついにリンゴも出来上がりましたね。待ち遠しかったよ、君が。品質は色艶マックス、甘み水分量サイズこんなような感じ。まだまだこれからですね。甘さマックスを狙ってこっちへ歩いていきましょう。リンゴも本当はな、外で、あれ、ファームサークルコンボ使って育てた方がよかったんだけど、カブー！あれ、早くない？ 4 日だから明日かかる、明日までかかると思ってたんだけど、今日出来上がってくれたか。ありがてえじゃねえか。とりあえずこれでようやく、これでようやくですよ。優雅にプレゼントすることができますね。待ち込みランク ID のアイテムのコラボ商品のやつを。コラボ商品を作ろう。揃いましたんで、まあ今日は動物祭なんで、明日かな。14日を、米粉株記念日にしよう。コラボ記念日かな。秋の動物祭と被るとな、ちょっと、イベントとしての価値が薄れるんで。ねえ、芋、今日は何の日か覚えてる？今日は、私たちのコラボ記念日よ、みたいな、感じのことを、毎年思い出してもらうためには、でも今日は動物祭もあるからちょっと忙しいんだ、みたいな、そういう倦怠期のカップルみたいな感じにならないように、動物祭が終わった後の日に設定するということが大事ですね。まあ、倦怠期のカップルだと、今日は何の日か覚えてる？コラボ記念日よって言って14日にね、優香が話しかけてきても、悪いが、すまないが、動物祭で疲れてるんだ、今日は休ませてくれないかみたいな感じになりかねないのが怖いけどな。芋くんはそんなことないからな。体力お化けだから。それでは参りましょう。ブルーベリーを手前で拾って、動物祭。ビギナーでいいかな。
まあ、いきなり他の上のランク参加しても優勝できると思うけど、結局4回優勝しないとランク上がりきらないと思うし、下から順番に参加するのが一番なんじゃないかな。ってことで、アルパカで、おお、ちょうどモフモフしている。帰ったら、刈り取ってあげような。マフラーで参加します。ウィナーランクにマフラーと優勝します。マフラーと出場します。もう優勝する気満々なんですが。山崎牧場の今さん。よく考えたら、あれだな、うちのモコモコの動物たち全然大きくしないわ。アルパカはちょっと大きめだけど。でもマックスじゃないんだよな。これから、そうだな、アルパカとか、この子たちも大きくしていってあげないとな。いい子にしてるんだわ。二重丸出さないもんな。絶対うちが優勝だって思ってるんだけど、なんかもう、あ、これ優勝決定ですね、みたいな。そういう感じのコメントしてくれないからな。毎回ドキドキしちゃうわ。ワンタタンもエンターテイナーだな。やっぱこのモコモコ具合でつぶらな瞳でちょっと体大きいっていうのはポイント高いよな。今回の優勝商品はサンドローズ。まあビギナーランクだとこんなもんか。といってもレジェンドランク以降というか、他のランクでもな、もらえるもん全部もらったらこれぐらいの商品になりそうだけどな。どうもありがとうございます。でもアルパカの毛って出荷したことは多分一回もないよな。一回ぐらいはあるかな。まだまだ全然出荷しないんでね、恩恵は預かれないと思いますが。ということでコメントを聞いていこう。女神ちゃまから、お、白色のアルパカさんと茶色のアルパカさんは色が違うだけで、牛さんとジャージーさんのように違う種類ということではないので、色が違っても育ち方は同じなのですね、とのこと。これはアルパカ専用会話ですね。そして茶色についても同時に言及したということは、茶色でもアルパカの会話になりそうですね。アルパカなのかアルカバなのかわかんないって目が向いたら、え、丸がちょく文字が先だって言われたわ。なるほどね、あの子もたまにはいることを言うわ。アルカバね、あれ女神ちゃまは敷地あんまり得意じゃないのか。魔女ちゃまか。アルパカというのは仲良くなると得意な舞を見せてくれるの。そうだな、そうだな、アルパカダンスだね。しかしあの短い手足、一体どのような舞を踊るのか。めちゃくちゃ元気に待ってましたよ。すごいよな、あの飛び跳ね方するのって。昔誕生日に父がアルパカの毛を使ったふわふわモコモコのコートを買ってくれた。へえ、なかなか高そうでいいものを送ってくれたんじゃない。うっかり実家に置いたままになっている。今度も送ってもらわないと。袖が通らねえとか、サイズが小さいとかって言ってまた悩みそうだな。アルパカ毛を買っても頭の部分はそのまま。なんかこれ前誰かも言ってたような気がするな。山でも同じなこと言ってなかったか。なんとも憎めない顔立ちをしていますね。老若男女皆に愛される理由もわかります。そんなにかな。アルパカって羊よりでかくてふわふわやな。もっとモフモフやってたいわ。あ、もっとモフモフやってたいわってことね。恋人なんだからこれくらいできて当然よね。レジェンドランクで優勝した時の恋人会話って聞いたっけかな。アルパカに借りやすいけど、熱そうよね。あんなモコモコの体でいるなんて私には絶対無理だわ。羊の時も聞いたような気がする。最近街はアルパカが人気だそうだ。へえ。どこかの街にはアルパカしか飼っていない牧場もあるそうだ。それは確かに面白そうだ。アルパカ牧場ね。まあ、アルパカの木にはそれなりに自由もあるだろうし、計画的に牧場をやっているところもあるでしょうね。他の出場者のアルパカを後ろの小アルパカ連れてうろうろしていたぜ。へえ。こわ、青いアルパカの追いに来た。そんなこともあるの。この母親の勇姿を見に来たってこと。微笑ましいですね。アルパカは可愛いと思うんだが、あの目でじっと見つめられてると思わずたじろりそうになる。まっすぐな瞳っていうのは逆に怖いよね。アルパカは山よりチャーミングな顔をしているな。みんな似てると言うけれど、よく見ると結構違うところが見つかるね。まあ似てはいるよな。まじまじと見ると同じじゃねって思うところもあるんだけど、まあ個性としてはついてるよね。向こうでアルパカがアルパカらしからぬジャンプをしていた。飼い主との関係が良好な時に見られるダンス。仲良くなると見せてくれるアルパカダンスのことをこういう表現するんだな。関係が良好でダンスを。アルパカの考えは私には理解しがたい。仲良くなったらダンスを見せるっていうのはな、確かにフォード君も僕にダンスを踊るかって言われたら、いや絶対やんないだろうなっていう、そういう感じなんでしょうね。アルパカが食事をしている時、よくよく見ると唇がとても器用に動いている。上の歯がないと聞く。あー、そういうことなんだ。それはあの唇の器用さで補っている。でもなんで上の歯ないんだろうな。たまたま上の歯がないアルパカが長いこと生き残ってきたってことだよな。なんでなんだろう。元からなかったんかな。もしかして上の歯が生えた方が
草が噛み切りやすいんじゃないかって思った。上の歯が生えたアルパカが生き残る可能性もあるのかな。アルパカって何度言われても聞き慣れへんわ。っていう草の里だとな、あまり聞き慣れないでしょうね。よく見たらラクダにも似てるよな。ラクダの仲間なんか初耳あったわ。ラクダの仲間なんだな。それは俺もあんまりイメージつかなかったけど。え、ラクダの仲間ってことは馬の仲間じゃないんだ。馬科だと思ったわ。馬科というか、馬だから牛科？あれ、馬って馬科だっけ、牛科だっけ。まあいいや。あいつら可愛い顔してるよな。昔アルマにアルパカが欲しいってねだられたな。さすがに無理だけどな。まあ養子の家で飼う余裕はないだろうな。シャルクくん、アルパカの毛そっちまっても暑くねえの、寒くねえのかな。まあ寒いは寒いんじゃないかな。毛があるからあったかいんだろうしな。アルパカの毛は高級なんでしたか。姉さんはアルパカの布をもらって大喜びしていた記憶があります。姉さんいるんだな。あれ、姉さんはこっちに来てないんだね。あまり馴染みのない響きじゃな。少々言いにくい名前。まあ確かにな、今でこそいろんなところで言われてるからね、言えるけど、カピバラとかもそうだけど、聞き慣れない言葉ってどう表現するんだっていう感じというか、呼び慣れないよね。どうにも気が抜けちまう。なんであんなに絶妙ないい顔形をしてるんだろうね。いい顔形をしている気がモフモフの動物をたまたま、お、この子ええやんって言って人間がね、家畜にしたっていう可能性もあるのかな。顔で選ばれたって、そんなことはないと思うけど。アルパカの毛は質が良く、毛玉もできにくいぞ。ああ、そういうことなんだ。アルパカの毛で帽子を作ってみたいもんじゃ。このパンケーキがアルパカ製になる。それもちょっと面白そうですね。という感じでアルパカ会話も聞きました。でもまあ、この感じだとチャアルパカ同じだと思いますんで。来月の冬の動物祭は、まあ、バッファローかな。バッファローで優勝してコメント聞きたいところですね。はい、わかります。おはようございます。秋の月14日やっていきましょう。本日稲荷ちゃま誕生日なんで、まあ食べたいと言っていた、あー、おかばいっぱい食べたいと言っていた油揚げですね。あれは作ってありましょう。油揚げだったっけ、稲荷寿司か。稲荷寿司を作って持っていってありましょう。米料理がたくさん作れるようになったぞ。ウニ丼、豆腐とお酢がねえのか。さあ、稲荷寿司作る気満々だったのに。お米さえあればできると思っていたのか。甘えていたな。豆腐。今日中にできるかな。お酢もちょっと厳しそうだな。まあ一応頑張るけど。豆腐を作るには一旦豆乳がいるんだったかな。だね。15時間かかるじゃねえか。ちょっとこれは厳しいかな。これ何パーセントぐらい短縮されてる？12時間もかかるようになってる。夕方の6時か。まあ一応今日中、いやーでもちょっと待って、豆腐が15時間だから無理だな。くー、今日中にあげるつもりだったのにな。昨日のうちに豆腐を作っておかないといけなかったのか。ダメでした。ゆうかー、ついに渡せるぜ。そう、会いに来たのもあるんだけど、頼んでた材料、もう今で散々待たせましたが、ようやく渡せるぜ。ようやく揃ったのね、本当にようやくだな。これ何回も渡せない渡せないって言ってるとようやくって言われちゃうのかな。確かに揃ってるわね。じゃあ準備ができ次第早速取り掛かりましょう。おー、ルルココボラも S ランクになったぞー。コラボ商品を作ろうも達成したぞー。カメランクも上がったぞー。やったぜ。これオール S になったけどなんか来るかな。おめでとうぐらい来るかな。でもオール A で一旦エンディング流れちゃったしな。まあここまではおまけというか、頑張ってやってくださいねぐらいだから、まあやりたいとかやってくださいねっていう意味合いで、まあ特に何もないかもしれない。手紙でちょろっとおめでとうが来るぐらいかもしれないね。さて、それではようやくコミランク目 S に上がって無事達成できたところで、今回ここまでにしときましょう。明日の稲穂祭り、これの午前中とかになんか来るのかな。まあオール S ランクで何かイベントとか来る場合は午前中には来ないと思うけど、まあ一応そちらも楽しみにはしておきましょう。はい。では今回はここまでありがとうございました。